はい。おはようございます。こんにちは。沖縄おばばでございます。はい。えー、まあね、まあ、ほんといろんなニュースが入ってきてるんですけど、まあ、ちょっとね、今、あ最新のニュースで入ってきたものに、えー、JAXA。はい。宇宙開発してる、あの JAXA ですね。サインのね、ババーですね。サインのババーのね、 えー、し、あの、こうの月季があったということで、話題になってます。これね、夏ぐらいにはもう、入られてたみたいですね、メインの。メインの、まあ、コンピューターに、まあ、誰、何者かがね、ハックしてきたということで、ハック。はい。迫るハッカーでございますね。<laughs> <laughs> はい、<laughs> はい。まあ、そういうことで、お粗末様でございました。はいえー、で、えー、もうかなり長いことをどうやらハッキングされてたみたいです。まあね。で、警察がね、指摘して、やっと気がついたという、この低たらく。わかりますか簡単にハッキングできるんですよ。で、見られるんですよ、中を。 はい。で、セキュリティを強化するって言ってても多分ね、無理です。はい。えー、簡単な話で、なんて言ってもあの、五角形ですね。アメちゃんの五角形。あそこにも入ってきてますから。はい。えー、めっちゃくちゃ世界一ね、セキュリティが厳しいと言われているね。あの、ペンターのね、ゴンちゃんにもね、えー、入ってきてるんですよ。はい。えー、なんでね、天才的なね、こういった、まあ、 かーっていうのがね、いますから、そういった集団がね、はい、えー、どんなセキュリティでもお軽々と乗り越えますよっていう、そういったね、頭脳集団がいますから。これ、簡単なんですよ、本当に。まあ、普通の、あのー、セキュリティではダメでしょうね。はい、えー、まあ、そういうことです。なんて言っても、あの、ペンターのね、ゴンゴンさんでもね、えー、ハッキングされますから。 はい。まあ、そういうことでございます。えー、なんでね、デジタル化、これ、ほんとやばいですよ。もう、何度も何度も言ってますけど、はい。えー、ハッキングされて、中身ね、見られるぐらいだったらいいんですけど、悪用されたりとか、あ、しまいにはね、書き換えられちゃったりするようなこともで,できちゃいますからね。はい。えー、本当に悪意のある、ね、ハッカーだと。 簡単なんですよ、本当に。えー、なんでね、もう、もうそろそろね、科学振興はやめた方がいいと思いますよ。いろんな面でね。はい、そう思います。もう、いろんな面でね、科学だ、科学だっていうのをやめた方がいいと思います。その科学っていうのも、人間が作ったもんですから、所詮は。はい。AI でも何でもね、人間が作ったもんなんですよ。 はい。人間っていうのはね、不完全な生き物です。完璧な人間はおりません。はい。えー、そういうことなんで、まあもうそろそろね、えー、不完全な人間が作ったものは全て不完全であるというね、えー、その前提が必要だということです。はい。えー、もういくらでもね、えー、まああのね、弱さでもね、えー、こういうふうに軽々と見られてしまうというこの現状。 もう理解しないとダメですよっていうことですね。えー、本当あのー、そういったものに頼りすぎるのは本当に。 ににままずい結果になります、えー、私ね一番心配していることがあるんですよ。まああの例のねハッカー集団がね日本のねいろんなところにね、まあ、あいろいろ仕掛けましたよって声明出しましたよね。あの中の塔のね椅子のラムラムのねハッカーのね層の色季がねすいませんねこんなこんなんで申し訳ないんですけど動画上げるためなんでよろしくお願いいたします。はい、えー、といととうことでね、えー 反抗声明が出たんですけどこれね発電所でも普通の発電所だったらそんなにや,ぶやばくないんですよ電源がね消失したとしてもはいえまあ、普通の火力発電とかねまあそういうのだったでもねやっぱりのがねやっぱいのがまあこれコンピューター制御なんですけどあゲンゲンののパパッッささんんですはいゲンのパッツンさんここいじられたらほんとやばいですからね。 ここの電源が喪失したら、あの、とんでもないことになりますから。はい。え全部コンピューター制御なんで、ここに入られたら本当に危ういなぁと思ってます、私は。はい。えー、なんでね、えー、変な話なんですけど、私は、私のね、住んでる沖縄ですね。えこちらの方に、弦のパッツンさんは周りに一気もございません。はい。 えー、まあ、一番近いところで台湾ですね。台湾のゲンのパッツンさんが600キロぐらいですね。はい。えー、なんで、えー、まあ、まあ、まあ、理論上は OK なんですけどね。理論上は OK なんですよ。大丈夫っていう距離なんですけど、まあ、とりあえず、えー、ガイガーカウンター持ってます。はい。もし何かね、流れてきたときに、 すぐ対処できるように外側カウンターを持ってます。はい。えー、お分かりになりますよね。はい。えー、そういうことでございます。はい。で、日本で一番近いのが九州なんですけど、1000キロ以上離れてますから、まあ、ここら辺はね、まあ、大丈夫でしょうと思ってるんですけどね。はい。えー、まあ、一番近いのが台湾の原発で600キロでございます。 まあそういうことでございますね皆様。なんでねあの変な話なんですけど当たり前のことなんですけどね日本に住んでるか限りはどこにいても私なんか沖縄でもガイガー持ってますからはい、えー、皆さんどこにいてもねガイガーは持っていた方がいいですよどこに住んでらっしゃる方もお多分ねあのー、県内にあると思います。はい えー、まあ,あ、安全だろうって言われている、その丸ですね。確実に大丈夫だろうって言われている丸は、まあ、400キロって言われてます。はい。まあ,あ、200キロという方もいらっしゃるんですけど、確実性を狙って言うと400キロですね。で、プラス、えー、まあ,あ、そのね、もし何かが事故った場合、高い山がある場合、そこにぶつかって、 えー、なん何て言うのかなあ、そういった頬のね、シャーの性の物質がね、全部落ちますから、はい、手前にね。なんで、えー、山の向こう側は OK です。はい山の向こう側は大したあ尾の先生にはなりません。はい、まあそういった、まあ、地形とかも考えてね、えー、いろいろと工夫してね、えー、対処していくというのが一番ではないんでしょうかね。 はい。でも私はね、まあ日本に住んでる限りはどこに住んでようとガイガーは必須だと思っております。はい。えー、一番私これ危惧してるんですよ。はい。えー、セキュリティなんて簡単に破られるんで、弦のパッツンにね、なんかそのメインのコンピューターに、えー、忍び込まれたらやばいなって私本当思ってます。これは。はい。 まあ考えた方がいいですよ。まあ、外貨カウンターなんてね、四五千円で買えるんで、えー、まあ一本用意しといてください。はい。確実に必要です。はい。えー、まあそういうことですね、えー。なのでね、皆さん、あの、よろしくお願いいたします。はい。なんか、サイ、あの、サイバー、サイバーのね、こうの月期の話からこんな話になってしまいましたけど。まあほんとね、あの、デジタル化やめた方がいいです。はい。 デジタル化はそういうふうに思います。まあ、こういったね、リスクばっかりありますから。はい。えー、リスク対効果を見ると、リスクの方が高いと思っております。はい。えー、そういうことです。なんて言ってもね、えー、プログラム自体を書き換えることだってできちゃいますからね。はい。そういうことです。えー、もうほんとね、えー、考えていかないといけない時期になってきてるんじゃないかなと思います。はい。 それでは皆さんまたごきげんよう、沖縄おばばでした。<laughs> あにや。どうですかねいいですね。見てたもんね。はい。